セリーグ6球団の監督、全員来季も続投しそう。岡田、優勝しそうなので続投。新井、A クラス濃厚なので続投。三浦、複数年契約なので B クラスでも続投。原、3年契約なので B クラスでも続投。高津、2年契約なので B クラスでも続投。立浪、24年まで契約あるので再開でも続投。また来季も同じメンバーやな。パリーグは藤本と石井が辞めるかも。新庄は続投表明されてたな。原は来年もやれるの？球団からの評価は高いみたいやで。原とか読売内に首を飛ばせるやつおらんやろ。多分な別名の次くらいに権力あるんちゃうの。原は B クラスだけど若手積極的に使ってるのが評価されとるみたいやな。横浜が調子落としてるから3位まで上がっても不思議はないけど。岡田は2年はやるみたい。でもそれ以上はやらん。続投報道が出ても辞めるパターンも結構あるからわからんで。高津のようなのがいっちゃん判断に困るな。 B 優勝優勝 B とか直近の結果で見るにしても連覇の異様のせいで辞めさせづらいし。立浪5年契約とか見たんやけど嘘？表向きは3年契約だけど更新するか自分で選べる条項が入ってるかも。チームには勝ってほしいのに監督は負けてほしいってわけわからんことになるわ。契約残ってても無能なら首切られるぞヤニキみたいに。原引退かなと思ってたけど若い選手育ってきてるから残留やろな。もし岡田今年辞めたら無駄にかっこええな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。他の動画もぜひご覧いただけると嬉しいです。